こんにちは。バリ島発オリジナルバーク獅子の生島直美です。今日はサバイバルインドネシア語ミニの12でございます。ドゥアブラス、ドゥアブラスです。今日はですね、話したいのは、昨日、今日、明日、クマリン、ハリーニ、ベソの話です。ちなみに、2日前っていうのはドゥアハリヤンラルーと言います。ドゥアハリヤンラルー。2日後、ルサという言葉もあるんですけれども、なかなか聞かないですね。2日後はドゥアハリラギ、ドゥアハリラギです。これが例えば3日後ってなると、そのままティガハリラギ、ラギというのは、英語のアゲインですね。ティガハリラギ、ンパハリラギ、リマハリラギ。ドゥアハリアンラル、ティガハリアンラル、アンパタハリアンラルとなります。ちなみにですね、インドネシアに長いこと住んでらっしゃったりしてですね、またインドネシアの方とお仕事してらっしゃる方気づいてると思いますけれども、インドネシアでは時として、ベソという明日がですね、日本語で言うところの明日じゃない場合がありますね。これできますか？やベソ、このやベソっていう場合のベソはですね、明日じゃない可能性が非常に高いですね。ベソやベソさじゃやっていう場合は、ベソ明日の場合があるんですけれども、いやベソとかね、いやベソベソっていう場合繰り返したりする場合は、今ではない、いつか未来でそのうちにというニュアンスがあります。まあ、カパンカパンというね、まあ、そのうちねなんていう時もありますけど、ちなみに、クマリン昨日ですね、それ、いつ買ったの、いやクマリンとかワクトクマリンなんていう場合はですね、日本語でいうところの同じように昨日ではない場合があります。今ではない、昨日以前のいつか、いやクマリン。ちなみに私は、このベソ、インドネシア風のベソとですねクマリンをよく使いまして、最近の、バリ人スタッフに、ナオミさん今のベソはインドネシアのベソですか、ワクトベソですか、それとも、本当のベソですか、どっちですかと、逆に確かめられるという次第でございます。そんな感じで皆さんちょっと気をつけて使ってみてください。今日も最後までありがとうございました。それでは、バリ島からさようなら。